どうも皆さんこんにちは、昴生です。というわけで今回はですね、江ノ島に来ております。江ノ島です。はい、ちょっと僕の音声がね、どんだけ拾えてるかわからないんですけども、まあ、平日ってこともあってね、江ノ島のこの、東山ですね、東西に分かれてる東浜の方に来てるわけなんですけども、海水浴客はね、もちろんこの今年はね、海水浴場が開いてないってこともあって、泳いでる人はね、いませんけども、またちょっと波打ち際でね、遊んでる方とかはね、ちょこちょこいるのかなっていう感じと、あと、マリンスポーツはね、引き続きやってる方がちらほらいますね。何カイトなんちゃらとか、そういうのはやってる方いますけども、まあ、結構子連れの、ね、方とかでも、まあ、波打ち際でね、ちょっとこう、波パシャパシャーってこう、子供と遊んでるみたいな方は結構見かけますが、まあ、水着着てね、泳いでるっていう人はね、いませんのでね、非常にこの湘南海岸、藤沢周辺ね、マナー、すごくいい感じですね。モラルが鳴ってると言いますか。非常に平和ですね。なんで、やっぱ例年に比べて、まあ、海の家がそもそもないっていうのと、海水浴客がいない、まあ、ちょっと今日平日っていうのもあると思うんですけど、ゴミもね、やっぱすごく少ないですね。普段だったらペットボトルとか、なんかお菓子のゴミとかがすごい散乱してるんですけど、そういうのも全然なくてね、すごく平和な場所になってるんじゃないかなと思いますね。こうやって波打ち際で波とか風を感じる分にはすごく過ごしやすくて、まあ、やっぱり泳げないってこともあってね、人が全然来てないのかなって、もう7月末多分動画が上がるの8月とかなってる気もするんですけど、すごく穏やかで過ごしやすいですね。はい、めちゃくちゃいい感じですね。今日はね、ちょっと波も穏やかで、最近天気ぐずついてたんですけど、まあ曇りではあるけど、なんとかその普通に過ごせはするぐらいの天気、波も非常に穏やかでね、過ごしやすいです。風がちょうど気持ちよくてね、心地よいですね。はい、まあ、なんでね、普通に江ノ水とか、あとこう江ノ島周辺の飲食店さんはね、普通に営業してるので、まあ、ちょっとこう波とか海を感じながらのんびりするにはね、うってつけなんじゃないかなって思います。だからこのね、海水浴だけはね、本当に何かあった時すぐにこのライフセーバーの人とか駆けつけられなかったりして危ないんで、それだけ気をつけてもらえればね、十分に海堪能できるんじゃないかなと。やっぱ膝ぐらいまで入るぐらいだったらね、そんなまあ危険じゃないのかなというふうに思いますし、以前僕動画にしたカツオネボシもね、こっち側にはね全然発生してなくって、とてもいい感じなんじゃないかなと思いますね。はい、マリンスポーツ楽しむのもね、全然いいと思いますよ。ね、ちなみに今これ GoPro で撮ってるんですけど、 GoPro 買ったんですよ、新しいのの初撮影ってこともあってね、音声がどれだけ乗ってるのかとか、手ブレ補正とか、この今これ自撮り棒でこう撮ってるけど、画角がどんなもんなのかっていうのもね、後で見返すまでわからないのもね、ちょっと面白いところかなって思います。はい、まあそんな感じでちょっとこの海の感じを楽しんでもらえればいいのかなって思います。はい、